1956年民主党全国大会は、大統領候補に、イリノイ州のアドレース・ティーブンソン元州知事を、副大統領候補に、テネシー州のエステス・キー・フォーバー上院議員を、それぞれ指名した。1956年8月13日から17日まで、イリノイ州シカゴ南部のインターナショナルアンフィシアターで、開催された。ニューヨーク州の W ・アベレル・ハリマン州知事、 テキサス州のリンドン・ジョンソン上院議員とミズーリ州のスチュアート・サイミントン上院議員らは大統領候補指名獲得に失敗した。1952年に民主党大統領候補になり、損ねたスティーブンソンは活発な候補として最も優勢であり、最初の投票で容易に再指名された。1952年にスティーブンソンを支持して、 指名確保に協力したハリー・エス・トルーマン前大統領は1956年には彼の再指名に反対し代わりにハリマンを支持したトルーマンはもはや現職の大統領でなかったためハリマン支持は功を奏せずスティーブンソンは最初の投票で候補者に指名されたこの大会は勝者キー・フォーバーが上院議員ジョン f ・ f ケネディを破った 副大統領候補指名のための自由投票によって特徴づけられる。3度の投票を要した副大統領候補指名投票は、米国の主要政党による4年に一度の政治大会で行われた最後の複数投票の一つであった。民主党全国大会はカリフォルニア州サンフランシスコのカウパレスで共和党大会に先行して開催された。 共和党集会で現職大統領ドワイト D ・アイゼンハウアーは2期目の候補者に指名された。NBC は1956年大会を報じるテレビ番組の共同司会者としてジェット・ハントリーとデイビッド・ブリンクリーの2名のリポーターを選任した。2名がこの仕事を成功させたため、ツボネは彼らを夕方のニュース番組ハント・ブリンクリー報告の司会に昇格させた。 民主党は、国連、多角的軍縮、社会福祉、農業関連計画への支出の増額、天然資源の開発、保護、管理、保存に関する十分かつ完全な計画、原子力の平和利用へのさらなる依存を支持した。公民権運動の高まりに配慮して、政策考量は投票権、雇用機会均等、公立学校の人種差別撤廃が必要であるとした。 下表は、リチャード・シー・ベイン、ジュディス・エイチ・パリス、大会決定と投票記録に基づく。副大統領候補指名1956年、民主党全国大会の最高潮は、スティーブンソンが候補者選びに刺激を与えようとして、副大統領候補は大議員らの選挙で決めることに、すると突如宣言した時であった。このため、数人の候補の間で、 激しい指名獲得競争が始まった。副大統領候補指名争いが興奮を生んだのは、投票開始までに、各候補が、大議員らに支持を訴える猶予が1日しかなかった、ことが大きい。主な対立候補は2人いた。1人は、主な大議員らの支持を得ていた、キーフォーバー上院議員、もう1人は、当時知名度の低かった若き、上院議員ジョニーフ・ケネディであった。 ケネディは2回目の投票で首位に踊り出て専門ラらを驚かせた。しかも彼は指名まで15票不足していたに過ぎなかった。しかし後に多くの州がお気に入りの息子候補からキーフォーバーに倶り返し結果キーフォーバーが勝利した。この時ケネディは潔い敗北宣言をした。この敗北は実際には ケネディの長きにわたる大統領への挑戦を後押しした。キー・フォー・バーを敗北寸前にまで追い込んだ彼は全国的な知名度を獲得した。のみならず、キー・フォー・バーに敗北したことによって、彼は11月の選挙でアイゼンハワーに敗北すると予想されていた、スティーブンソンが受けたようなあらゆる非難を免れた。副大統領候補指名選挙の得票合計は、 過謡の通りである。なお、過謡も、ベインとパリスの著作に基づく。副大統領候補、11月6日、アドレー・スティーブンソンとエステス・キーフォーバーは、アイゼンハワー大統領とニクソン副大統領に、大敗した。ありがとうございます。